安倍三十郎九月21日台は、日本の政治家、行政書士、元山形県米沢市長、山形県東大北幕上郷村出身、米沢市立上里小学校、米沢市立上郷中学校、山形県立米沢工場館高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業後、福島大学大学院地域政策専攻に進む。 会社員を経て市長選に立候補する。自治体職員や市議などの経験はなかったが、保守志向の強い住民が多い同地域に草の根運動の選挙スタイルを持ち込み、市内全固の訪問や朝晩の街頭演説などで知名度を上げていった。3度目の挑戦の末、2003年に第33代米沢市長に初当選した。 同市の市長としては初めてマニフェストを掲げて、市政を行った。当時の山形県の市長においては、珍しい例とされる。ローカルマニフェスト推進市長連盟に創設当初から参加した。なお、2007年11月に行われた、米沢市長選挙では立候補4人全員がマニフェストを掲げるなど、そのスタイルは地域に一定の影響を与えている。歴史、 文学好きで、米沢半生の基礎を築いた上杉氏の家老、直江えかを NHK 大河ドラマに推進する会の会長も務め、2006年 NHK 放送センターまで尋常に出向いた。それがこうをそうしたのか、直江を主人公にした大河ドラマ、天地人が2009年に放送された。ありがとうございます。